つ特訓ね。特訓？こういう時堂々としてなくちゃいけないでしょ。ああ、怯える女の子と一緒に堂々と歩く練習ってことかよ。うん、そういうこと。頼りにしてるからね。ねえ友崎くん、離さないでね。落ち着け。俺、ひなみは俺をからかって戸惑わせようとしてるだけだ。いや、今やったのお前だろ。ああ、大丈夫。何？もう、ダメ。頭の中いつパニック状態。なんでもない。虫が飛んでただけ。そう。おい、顔に出てるぞ。くそ、こっちからも何か仕返しができないものか。もし、あのセミがまだ生きているなら、くらえ、セミファイナル攻撃！って、思わず俺まで叫んじゃったけど、ざまあみろ、ひなみ。びっくりした。おい、ひなみ。大丈夫か？立てない。立たせてくれってことかよ。ねえ、そうきますか。早く。おう。